というわけで、レビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目はですね、いいですよこの人は。来ました、ついにこれでバカにされなくて済むね。俺も本当にようやくこれでバカにされない。というわけで今日の一冊目は D.H. ロレンスでチャタレイ夫人の恋人ですね。これね、僕とウーちゃんの好きなロレンスとは何の関係もないんだね、この人は。当たり前の話だけど、ピーター・オトゥール亡くなったけどね、この間。俺とウーちゃんは、俺がロレンス、じゃあウーちゃんがありだねって言ってるぐらいのロレンス好きですから、アラビアンロレンス好きね、本当に。それでウーちゃん砂漠に行ったんですから、本当に。で、ラクダのこぶってよ、乗れないんだよって言ってましたよ、本当に。もう、疲れるんだからって言って、あ、そうなんですよ。ロレンスには一緒って言って、愚痴ってましたけどね。で、まあね、D.H. ロレンスさんが書いたチャタレイ夫人の恋人ってのは、これはね、もう名作って言われてるんですから。これ映画にもなってるね、多分。でね、当時発禁とかになってるんだよね、確か。これで日本で昔戦後すぐ出版しようとしたら、これもう卑猥な表現がありすぎるって裁判になってるんだから。チャタレイ夫人裁判ね。これ多分 RPM さんとかチャチャさん詳しいと思うんだけど、それで裁判で大揉めしちゃって、ずっと日本だとね、完全版通過簡約がね20年ぐらい出なかったんで。で、俺は今回読んだのは、まあ、簡約版というか、新潮文庫から出た完全版ではあるんだけどさ、2000年ぐらいに翻訳されたやつか、読んだんだけど、まあ、お話がですね、まあ、チャタレイ夫人ってのはいるんですよ。で、この旦那がいるのね、チャタレイっつ旦那が。で、こいつが第一次大戦だかなんだかでさ、戦争行くんだよ。で、行って、怪我して帰ってくる。で、足腰が動かなくなって、まあ、ちょっとそのおちんちんが立たなくなるのね。表現が良くないですね。あのマグナム発射できなくなる。でチャタレイがその別にこう男を作って、まあそいつとまあこう愛情を重ねていくみたいな、そういうお話なんですけどね。でまあこの男ってのがさ、この車椅子になっちゃう男、旦那ですよね、が割とさ、すごい名声欲みたいなのある男で、チャタレイ夫人ってすごい頭いい人なんだよ。結構進歩的な人でね、当時で言えば。で、そのチャタレイ夫人からいろいろアドバイス受けてさ、そういう文学界みたいなとこにこう進出したいっていう野望があるわけね、自分個人的に。そういう男が、でそれでどんどんこう名声を得ていくんだけどさ、チャタレイ夫人はそれでも満たされないわけですよね、その体っていうものがね、どうしても。でそのなんていうかな、一応その門番っていうか森番っていうの、その大きい森があって、そこの番してるやつと、まあ、密会を重ねていくんだけど、その前にも別の男ともセックスをしていくわけよ。でそれでもその男とうまくいかなくなってつうとこあんだけどさ、読んでるとさ、なんか俺結構なんか嫌でね。つまりこの男ってのは、まあ旦那の方がまあおちんちん立たなくてって、まあちょっと直接的かもしれないけど、表現がさ、本ばっか読んでそういう名声欲があってつんで、なんか自分のこと言われてるような気持ちになってくるわけね、なんとなく。で、片やさ、チャタレイ夫人が惹かれる男ってのは、まあこれ多分 D.H. ロレンスのこの本、多分そういう細かいとこ書いてあったのかもしれないけど、まあ肉体的に充実してる男なわけですよね。まあ性欲を満たせる男っつうことかもわかんないけど、割とこうさ、生活力があるというか。そうするとなんかね、ロレンスっていう人はね、こういうなんかインテリにすごく冷たいんだよね、なんか。で、まあ、20世紀初頭の話ですから、やっぱりイギリスの話だしね、やっぱりそうするとこう階級の話ってのは出てくるわけよね。でその森番のチャタレ夫人の恋人の男なんかさ、俺とあんたじゃ住む世界が違うんだみたいなことも言い出したりするわけよね。で消極的になったりとかするわけですよ、その辺で。でなかなかその離婚するにしてもなかなか認められないんじゃないかみたいなところで悩んだりとかするんだよね、二人で。そういうのを聞きつつ、なんかでまた旦那の方がさ、話飛ぶけど、まあそのなかなかチャタレイとうまくいかなくなっ、チャタレイ夫人とうまくいかなくなって、そうするともうボロボロになっちゃうわけよ。そうするとお手伝いさんみたいな女の人にさ、向かっておっぱい吸わせてもらったりとかさ、なんかこう幼児みたいな風になるんだよね、なんか
自分のこと言われてるような気持ちになって読むでしょ。ここまで悪く言う必要ねえじゃねえかって気持ちになってくんねん、だんだん。なんかさ、読んでて感じたのが、名作って言われてるんですけど、大したことない話だと思うんですよね。で、このチャタレイ夫人とその恋人の会話ってのがさ、裁判になったぐらいだから、まあ結構えげつないんだよ、本当に。ああ、俺のおちんちんがね、お前のあそこに満たされるとかって言ったりするわけ。ああ、お前がいてくれて俺はよかったよとかってこう言ったりとかするんだよ。なんでそんな卑猥なことをってこうちょっと思うんだよね、読んでると。当時はこれがさ、画期的な表現だったかもしれないけど、読んでるとさ、俺トルストイの悪魔とかの方が全然表現としてなんかピンとくるなと思って、なんかこの D.H. ロレンスって嫌なやつだなってなんか読んでて感じてきちゃって、なんか名作って言われてるけど裁判になったとかそういうこうなんていうんですか、作品の評価とは関係ないところで、ああ俺こういう問題作読んでるみたいな、そういう手なのかなってつい思っちゃったね、俺本当に。言い過ぎかなこれ本当。いやだけどな。であと感じたのは、やっぱ僕まだ相変わらずチェリーなわけですよね。そうするとセックスの話題って結構俺興味ねえんだなって思ったよね。なんか知らねえよっていうような感じましたね。別にやりたきゃやれよ、じゃあガタガタ言ってねえでとは思ったね。まあね、なんかそんな感じでね、古典好きではあるんですけど、なんか20世紀以降の作品ってなんか読むともういいよっていう、なんか限りなく透明に近いブルーみたいなこと言ってやがるって思うときはね、セックスの話ばっかしやがってバカって思うときありますね。まあでもね、名作って言われてますんで、まあ読んでみたらいいんじゃねえかな。でもどうなのね、うーちゃんとも喋ってたんですけどもね、まああんな華麗なの1ページ分にも魅力ないですよ、この本は。本当にあっちの方がとっても良かったね。でやっぱりさっき言った旦那ね、旦那の造形が浅いですよ、いくらなんでも。あれどう読んだってチャタレイ夫人の気持ちになら、あんな旦那絶対嫌になるもん。で嫌になるような旦那作ったら意味ないと思いません？本当に。だってさ、セックスが浮き上がってこないじゃないですか。そうするとこの人いい人だけど、セックス的に私満たされて愛情がこの人に移ってくわって言うんだったらわかるじゃない、それって。でも性格的に嫌なやつで、セックスも上手で性格も良くてって言ったら、それは森番に移るだろうって誰が読んだって思いますよね。そこに文学なんか何もないんですよ、本当。だからね、今読んでみたらいいって言ったけど、こんなクソみたいな本読むことないと思う、本当に。まあ、たってもこういうこと言うから書評の話が来ないんだな。うん、まあというわけでそんな感じの D.H. ロレンスでした。はい、というわけで今日の一冊目はですね、 D.H. ロレンスでチャタレイ夫人の恋人でした。